はい、皆さんこんにちは、川上です。前回ですね、初めて試みさせていただきましたけれども、意外と好評でしたね。でしたよね。はい。でしたよね。はいはい。意外と好評でして、なんかもっとこういろんなパターンをお話ししてほしいっていうご依頼をいただきましてですね、一層今日本日やる気でございます。というわけでですね、今日もお話ししていきたいなと思うんですけれども、前回の振り返りといいますか、お話ししたところの続きもありますので、今日もですね、一生懸命お話ししていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。というわけでですね、お話ししていきますけれども、今日は IRR で考える。なんだこの難しい言葉をいきなり横文字並べやがってと、お思いかもしれませんけれども、大丈夫です。ご安心ください。簡単です。ございますんで。わかりますんで。IRR って何かって言いますと、僕前回の動画でもお話ししたんですけれども、保有期間中全体の利回りで、物件を見てくださいっていうことを、お話ししました。このことを、頭に入れて、今回も、IRR っていうものが、じゃあどういうことかっていうことを、簡単にご紹介しながら、お話ししていきたいなと思います。まず一番大事なのは、表面利回りで判断しないということなんですね。いわゆる表面利回りっていうのは、単年度分析。買って、次の年、買った年、どういう、収益だったかっていうことを評価するだけでございますんで、物件の評価には全く意味のない、意味のないというか、一つの指標にはなりますけれども、あまり大きな意味を持たない数字なんですけれども、不動産業界ではそれが一人歩きしているという現状がありまして、僕はそういうところで判断するのは危険ですよというふうにお話しさせてもらいました。で、僕が今日言う IRR っていうのは、どういうことかっていうんですけれども、簡単に申しますと、定期預金の利回り。ありますね。定期預金っていうのは、例えば、今銀行で、定期預金が、仮にですけども、わかりやすく 1% ですよ、というものがありましたと。定期預金 1% っていうのは、いわゆる IRR 1% なんですね。どういうことかって言いますと、図表で示します。0年目にまず100万円を定期預金に預けました。1年目に1万円戻ってきました。2年目に1万円戻ってきました。3年目に1万円戻ってきました。3年間の合計が3万円です。こういった場合、IRR は 1% になります。これはどういうことかって言いますと、投資をして3年間の利回りがどういうふうに動いたかということを示してるんですね。これを文字で簡単に言いますと、投資期間中における1年あたりの利回りというふうに言えます。投資期間中における1年あたりの利回りですね。で、これで比較すると、さらにどういうことがわかるかっていうことなんですけど、IRR で見ると、保有期間中全体の利回りを分析することができますので、実際に物件を買って、保有して、売るまでのこの3つの段階の中で、どういうふうに数字が動いていくかっていうところを判断できるのもそうなんですけれども、キャッシュフローが不安定なものをありますよね。例えば、開発系の案件なんかで、まず土地を買って、そこに建物を建てて、3年後に売ります。っていう時って、まず買う時に、1000万とかで土地を買いました。建てる時に2000万とかで建物を建てます。3年後に、それが4000万で売れますって、キャッシュフローが安定してないですよね。そういう開発系の案件なんかでは、IRR と表面利回りとかでなかなか計算しにくいと思うんですけれども、入り口から出口のお金の流れで IRR を計算することによって実際に比較することができます。世の中には投資っていろんなものがありますけれども、例えば株、債券、不動産ありますけれども、こういった株とか債券とか、国債なんかと不動産投資を比べるときも IRR を用いて比較することができるんですね。これはIRR を用いて比較することの一つのメリットであろうというふうに言えます。で、ちょっと見てほしいのが、ありまして、今日ご紹介したいところの前半部分の、大部分はもうここで、お話ができます。今僕がですね、A、
B、C、D、4つのパターンの投資をご紹介します。これは何を示しているかと言いますと、すべて、6年間の投資をするものをこちらに記載しています。A っていうのは、初年度に1000万円投資をして、1年目に100万円戻ってきます。2年目に100万円戻ってきます。まあそれが5年間続いてですね、6年目に、1100万円戻ってくるっていう投資が A です。これは IRR が 10% になるんですね。で、これの場合ですと、A は表面利回りで言うと 10% ですね。まあまあよくある、数字なんだろうと思うんですけれども、A の場合は表面利回りが 10% です。じゃあ B 行きます、次。B は、初年度に1000万円投資をします。1年目に10万円戻ってきます。2年目に10万円、3年目に10万円、4年目に10万円、5年目に10万円、6年目に約1700万円戻ってきます。という投資。これの IRR って、実は A と同じ 10% なんですね。でも、これ見てください。B の場合の投資っていうのは、表面利回りで計算したらどうでしょう？ 1% です。表面利回り 1% の物件は、誰が買いますかということなんですね。ほとんどの人は表面利回りで、あの物件を、まあ、探してる方が多いので、これを見て、じゃあ、物件を購入しようという不動産投資家さんっていうのは、まあ、少ないんだろうと思うんですね。で、もう一つ言います。C。C っていうのは、物件を購入するときに1000万円投資をして、1年目に0。0000って続いて、6年目に一気にドカッと収入が戻ってくるっていうパターンです。これも IRR で言うと 10% 同じなんですね。最後 D です。D は1000万円を最初に初期投資をして、4年目に500万円だけ戻ってきて、6年目に1160万円ほど戻ってくるっていうパターン。これも IRR は 10% なんですね。なので、ここで、見ていただきたいところっていうのは、IRR って計算すると、表面利回りなんて関係ないんだっていうことなんですよ。A の物件は 10% っていう表面利回りで、計算されますけれども、他の物件っていうのは、表面利回りで見ると、購入するに値しない物件になりそうな雰囲気を感じませんか？僕が言いたいのは、皆さん表面利回りで、検討、それだけで検討してる人っていうのは A の物件しか検討の土台に乗らないんだろうと思うんですね。僕の場合は A も B も C も D も検討する土台に乗るわけです。すべての物件を、投資としたらどうなるかっていうことを比較検討して A、B、C、D どれに投資をしようかなっていうことを検討できるわけです。これは選択肢の幅が違いますから、いわゆるこれは、まあ、リスクをヘッジしてるっていうことになるんじゃないかと。選択肢がたくさんあるっていうことは、何に投資をしようかっていうことが検討できますんで、自分としての選択肢が増えますから、儲けの機会が、まあ、増えるというわけです。なので、僕の場合は、不動産投資では、絶対に表面利回りでは、判断しません。IRR で判断します。ということを、まあ、IRR を、見ていただいてですね、判断していただければと思うんです。なので、実際に物件、まあ、楽町さんとか、顕微屋さんとか、いろんな、検索サイトありますけれども、そこには表面利回りしか載ってませんよね。自分で、やっぱり入り口から出口まで、検討することによって、初めて投資が成り立つわけですから、まあ、そういう方法を学んでいくっていうことが大事なんだろうっていうことをお伝えしたくて、お話ししました。以上です。